1回です。吉見は三者凡退に抑えて上々の立ち上がり。その裏ですが、長谷部がコントロール乱して2つのフォアボール、2アウトランナー3塁1塁で福浦、ここは期待されたんですがファーストゴロ、先制点が取れません。反対に2回の表、高須がワンアウトランナー2塁1塁で三遊間突破の先制タイムリー。これでルイーズとの場面でまずボールをキャッチできなかったこともあるんですが、肘が当たりました。ちょっとラフプレー気味でしたね、ルイーズのプレーも。そして3回の裏、キムタギュンが2アウトランナー2塁です。久しぶり8月7日以来の打点です。1対1。5回の表、楽天まず牧田ツーベース。この回ですね、大吾さん、ストライクをちょっと揃えましたかね。あのね、先頭打者のツーベースだったですよね、はい、あれはね、ちょっと不用意すぎたですね、はい、それでフィジーサーに勝ち越しのタイムリーを打たれて、これで2対1と勝ち越されるんですが、2アウト満塁、ルイーズを三振に切って取ります。5回の裏です。2アウト3塁2塁でキムテギュンを経験した長谷部、福浦のこの1球、ワイドピッチ、島が見失って、これで2塁ランナーも西岡まで帰ってきて3対2、一気に逆転しました。ミスで2点を失いました。あのワンバンド捕球っていうのはね、はい、これあの難しいようでそんな難しくないんですよ。あ、そうなんですか。あのね、よく僕ら若手指導するのは目をつぶるとね、絶対に肩が力入るんですよ。あ、なるほど。瞬間的に絶対目つぶってるんですよね。あ、それがあるんですね。島も、はい、それから的場もね、そうでしょうね。矢蓋、はい、がこの吉見の後を受けてワンアウト満塁というピンチ、最後はルイーズをライトフライに打ち取って、これでピンチをしのぎます。そして7回の裏に入るんですが、ノーアウトランナー1塁というチャンスを迎えようというところ、エンドランで西岡の当たりがショートライナー、ダブルプレー。ピッチャーがヤブ2イニングスを投げて無失点、さらに1点差で9回の表、小林博之がワンアウトランナー三塁二塁というピンチを迎えて、鉄平をセンターフライ、山崎をサードゴロに打ち取って試合終了。いやー、この小林博之のガッツポーズも分かります。